クリスチャンの寄り道を聞きの皆様、はじめまして先月、沖縄から東京に移動してきたルデア・ミチルと申します今回は、喜びを感じた瞬間というテーマでお話ししたいと思います私には3名の子供がいますが今回は末っ子の次女の国家試験の時のことをお話ししたいと思います次女のリハビリの作業療法士の国家試験が 昨年の2月にあったのですが遡ってその半年ほど前から次女は国家試験のために猛勉強し睡眠時間23時間で毎日車で往復4時間ほどかかる学校に運転して通っていましたリハビリの国家試験勉強は人間の体のつくり内臓のつくり各神経の名称骨の名称 筋肉の名称、それがどのように動き作用するかそしてたくさんの病気についてその病気の治療について薬について薬を飲んだら体にどのような変化があってどのような副作用が出るかまた精神的な病に関してそれにどのようにアプローチするか作業療法の種類など多岐にわたり 浅く広く広覚えていかななければなりません次女は頭も体も沸騰しそうな状況でしたちょうどリハビリ専門学校の最終学年に入った頃に与えられた聖書の言葉にこのようなことが書かれています「私はあなたの前に進んで険しい地を平らにし聖堂の扉を打ち砕き鉄の缶抜きをへし折る。 イザヤ書45章2節次女にとってはその事件が開かない固い大きな聖堂ののの扉のように感じていたんですね。その聖書の言葉が次女を支えていました毎朝一緒にお祈りしてこの言葉を一緒に声に出して読んで学校に送り出しました、えー、その頃、沖縄ではまだコロナウイルスが猛威を振るっており インフルエンザも流行っていました家族の一人でもかかると本人は健康であっても濃厚接触者ということで受験できなくなりますそのためにも祈りましたそして結果は見事合格しました家族みんなで喜びを感じた瞬間でした大喜びです今次女は沖縄で初めての一人暮らしをしながら リハビリの作業療法士として2年目で患者さんを支えながら頑張っています神様に感謝します喜びを感じた瞬間最後までお聞きくださりありがとうございますそれではまた